のルンルンドモーションルンです。はい、今回はですね、ちゃ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 ーん、やばい、わもう本当に今足場がないぐらい本当にゴミ屋敷なんですよ。でもこれみんなね見たらね引くと思う。え、ショールンの部屋ってこんなに汚いのって。もう本当にやばい。今カチューシャがちょっと今いろいろね、ちょっと今いろいろあって散乱しちゃってて、机の上とかもめちゃくちゃ汚い。あ、まゆかちゃんこんにちは。3ヶ月に1回ぐらいのペースでもう部屋がもうどうにもならないぐらいに汚くなる時期があるんですよね。それが今なんですけれども、はい、部屋を掃除していこうと思います。自分の体型と自分の部屋の汚さってすごい比例してるなってちょっと最近ずっと思ってて、それがなんでかっていうと、私がすごいダイエットに成功する時ってめっちゃ部屋綺麗なんですよね。だけど今めちゃくちゃ太っていってて、まあ見たらめっちゃ部屋が汚いわけですよ。そういうことだから、部屋をきれいにしたらきっとダイエットもうまくいくんじゃないかなっていうことで、今回はお部屋を掃除していこうと思います。まあ普通にお部屋がきれいな方が調子も上がるしね、気分も上がるしね、の方合ってる、わかんないけど、部屋にあるものも紹介しつつやっていこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。おうおうおう、どうしよう、何から掃除していったらいいかわからん。もはやもう頭が寂しいなと思ってピンをつけたくって、あれどこ行った、ラースクリスマス。でさ、このカチューシャ類をさしまう方が欲しいんだけど、どうにもならんくない、こんなこの中に入れてもさ、もう入らんもんは入らんじゃん。ダメじゃん。万端のものは万端で分けるか。お部屋掃除ってみんなしてますか？それにもうあれじゃん、年末だからさ、お部屋掃除なんか 大掃除みたいなするくない？しないとだよね。はあ、私のお部屋全体を見ていただきますか。見ていただきましょう。たた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 照明もどかすでしょ。とりあえずこの箱の中に収納が困ってるこの BT シビルのグッズたちを入れようと思います。こんな感じでございます。お、すごいな、かわいい。まんちゃんとこやちゃん、こんな感じです。昔からずっとこの無印の中にね、未開封のタオルですね。これはスピークヤーセルフザファイナルとマジックショップ、モコモコの靴下もありました。今年さ、ラインフレンズとか一回も行ってないと思う、多分。全然グッズ買ってないけど、ちょっと寂しいですね。UFO キャッチャーで撮ったヒカキンさんとテツヤさんです。ビブリーとチェンブリーです入ってません多分ここに飾ってるわ、テレビの前に。よいしょ、飾ってるんですけど、ここにあります。かわいい。これは友達がプレゼントしてくれたまんちゃんの着物です。部屋紹介になってるよ。これはファンの子がくれた BTS ワールドの補足です。ワンちゃんをね、なんかあったよね。もう BTS ワールドしばらくやってないけど、これが日本版のブラックピンクのペンライトです。ブルピンもさ、なんかカチューシャ出してほしくない？なんか絶対ブルピンがさ、カチューシャとかグッズ出したら絶対可愛いよね。でっかいリボンとかついてそう、ほんまに。 RM かわいい。このさ、これかわいいよね。私これすごいお気に入り、もったいなくて使えないけど、栽培しないとって思いながら結局時間経って一回もペットボトルで野菜を収穫できてない。一番の大問題なんですけど、ちょっとね、クローゼットが最近ヤバすぎてここに出てきちゃってるっていう、カバン、本当にクローゼットの中が汚すぎてヤバいの。服とか、そう、リュック、あ、なんでここにもチェンブリーいるの。リュックとかこれどこに置けばいいんか本当にわかんないんですよね。I wanna have a love。私のステイ遍歴なんていうのについてお話ししますと、私はすごくまだまだ初心者なのでわからないことが多いんですが、今年2020年1月にステイになりました。日本デビューもお祝いできて、2周年もお祝いできて、はい、まだ全然何も知らなかったステイなんですけど、その時今以上に知らなかったですけどね。話してる場合じゃないんだって、部屋掃除しなきゃ。ちょっとやばいの、ほらほら、企画で使ったお洋服マジでどこに収納するか問題、本当にわからない。扇風機とかつかないし、高校卒業したらさ、もうこういう教材とかをさ、こう捨てていいじゃん。もう保管とか今してるからめっちゃ汚いけど、それに関してはいいね。うん、ちょっと早く卒業したいって思っちゃうかも。けど卒業したくない、私まだ JK がいい。これ作るか、これなんかの企画で作りますね。これ今ね、クソーズだけ作ってるんですよね。でここに今飾ってます、このブルピンコーナーに。かわいいでしょ、なんとも言えん顔しておるけど、これは完璧だ。
あ、これでいいじゃん、ぴったりじゃん。これはもうここに置いておけばいいんだ。なんか部屋綺麗にした感ないよね、これ。心の底からこのクローゼットの中を綺麗にしたい。汚い、てかこれが一番嫌い。このカバンたち、しまいたいけどしまうような場所ないしな。なんで私の部屋ってこんな物が多いんだろう。昔から言われるんですよね、お父さんにも。お前は物が多いって何回言われたことか。今まで私が生きてきた中で、ここの家に引っ越してくる前はアパートに住んでたんですよ。その時子供部屋って言って、こうマナトと私一緒の部屋だったんですね、子供部屋でね。本当にマナトの机の上はもうめっちゃ綺麗なのに、私の机の上だけやばすぎみたいな。昔から私は掃除が苦手。部屋がもう一個欲しいね。サンタさん、今年のプレゼントはお部屋がもう一個欲しい。アイドルってさ、めちゃくちゃ完璧なイメージやん。だけどさ、ちょっとアイドルの汚い部屋とか見てみたい。そしたら絶対モチベ上がるくない？めっちゃ適当なこと言ってる。この子たちもクローゼットの中に入れます。ちょっとクローゼットの中に入れたらどうにかなるみたいなところがあるかもしれない。部屋をきれいにしたらまたお部屋紹介したいですね。私が中学生の頃から使ってる鏡です。本当に汚いな。こういうことするから部屋が散らかっていくんです。そのダイエット中さ、めっちゃ甘いもの食べたくなるじゃん。私甘いものというか、まあ、キシリトール好きだからさ、食べちゃうんだよね。うまいアイシャドウとかリップとかその辺に落ちてるのやめよう。この子たちはしまいます。いや、これ編集絶対大変だろうな。ああ、痛い、小指ぶつけた、痛い。でもこっち、これ友達が使ってる香水なんですよ。もうこれはね、嗅ぐたびに友達を思い出す。そして友達に会いたいなって思う、その子。多分皆さん何をなんだか、どこを掃除してるのかもう全然わかんないと思うんだけど、まあ、私の雑談をしながら掃除する姿をぜひ見てください。汚い部屋さらす YouTuber なかなかいないからね。史上初だと思いながら見てください。なぜかスンミンのトレカが入ってんの。あピアス捨てちゃった。え、待って、これ私のお気に入りのピアス。遅れてないから、道に迷った時は。最近ね、ちょっとね、アイドルってすごいなってめっちゃ思ってるんですよ。なんでかって、アイドルって歌いながら踊ってるんですよ。知ってるよ、そんなこと。そんなこと何億年も前から知ってるよってみんな思いましたよね。私も知ってた。私って最近すごい幸せだなって思うんですよ。こうやって YouTube をね、好きなことやらせていただけて、それを見てくださる方がいて、私のにただの日常的な動画を、もうね、本当に幸せじゃない。本当にもう、まあ、本当にみんな見てくれてありがとうございます。私のことが嫌いな人だってたくさんいると思うけど、それでも私はシホルンが大好きだからってね、言ってくれるファンの子がこの前 DM してくれて、本当に泣きそうになりました。あとこの前岡山駅を歩いてたんですよ。まあ昨日の話なんですけど、岡山駅歩いてたら、ちょっと私より多分お姉さんなのかな、年上の方に、多分年上なんだけど、シホルンちゃんですよねみたいな、いつも YouTube 見てます、頑張ってくださいみたいなの言ってくれて、もう私泣きそうになった。友達と一緒にいたけど、多分私その時一人だったらね、多分大泣きしてた。うん、嬉しいなってなってました。こうやって私の YouTube を見てくださる方がいるから、私っているんだなって思うし、もうめちゃくちゃ感謝してます。本当にいつもありがとうございます。光漏れ。私黒局長さんのマシュマロを見るのがすっごい好きで、私実は全く公表してないんですけど、ワンサーカーがあるんですよ。もうワンサーカーでずっとフォローしてて、もう永遠に毎日見てるんですよ。もう黒局長さんってめっちゃ面白くないですか。もう動画もすっごい面白いし、ツイッターも見てて面白いし、そのマシュマロの返信とかね、もうマジで好きです。黒局長さん見てたらなんかもう分かる、今何が起こってるのか、 K-POP 界で。ということで、こんな感じでさっきよりは部屋が綺麗になったのではないでしょうか。ほら、ここ動画もスカスカ。ちょっと机の上は汚いんですけれども、多分これで私もダイエットが成功すると思います。ちょっと今本当にデブでやばいんですけど、絶対に顔がシュッとなって帰ってくるので、まあ別に活動休止とかしないんですけど。皆さん待っていてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバイ。